はい、こんにちは。今日は早稲田大学の問題です。問題はこちらです。三角形 ABC において角 B イコール 2α 角 C イコール 2β とすると、タンジェント α はタンジェント β イコール x、 BC 分の AB 足す AC イコール y とするとき、 y を x で表すとどうなるかといった問題ですね。これは2通りの方法でやってみたいと思います。まず1つ目はですね、図形的に捉えてやっていく方法ですね。で、あともう1個は、まあ、計算で三角関数の計算を用いて解いていく方法と。じゃあまず1個目の図形的に捉えていく方法なんですが、これタンジェント α タンジェント β っていうのはここ 2α 2β ですから、 α っていうのはここを2等分した角度ですね。つまりこっち側が α ですよと、ここ2等分するわけですね。で、こっち側も β っていうのはここを2等分するわけですから、こう両方2等分線引いたときに、ここの点っていうのは内心ですね、内接円の中心になりますよと。つまりここを中心としてこういう円が描けますよということですね。ここが中心になりますよと。で、こう垂線をこう下ろすと、これが半径になっているよということですね。そうするとこれらは全部合同な三角形になるわけですね。ここもそうですね、こうなっているよと。で、今これ半径ですから、ここの長さは等しいよと、こういう状況であります。で、ここが α、ここが β ですね。で、タンジェント α っていうと、これ分のこれになりますね。タンジェント β はこれ分のこれ。じゃあ、ここの長さを設定してあげましょう。ここをじゃあ、例えば K としましょう。ここを L としましょう。そうすると、これ、接線ですから、ここの長さも L になりますよ。ここの長さも、ここと等しくなって K になりますよと。で、あと、ここも設定してあげましょう。じゃあ、ここ M としましょう。そうすると、ここも M になりますね。そうすると、タンジェント α っていうのは、これ分のこれ。K 分の、じゃあこの半径を R としましょう。K 分の R。じゃあタンジェント β はっていうと、これ分のこれ。L 分の R。それから、ここですね。ここの角度が出ますよね。ここはっていうと、2α と 2β を三角形ですから、180度から 2α と 2β を引いたものと。これがここの角度。それを2分の1した角がここですよね。これ2分の1するので、この2が消えてこうなりますよと。2分の π-α プラス β がここの角度。ということで、m 分の r っていうのがタンジェントこれですよと。つまり、タンジェントのこれが m 分の r と。こうなりますよね。でこれ2分の π- なんとかっていう形ですので、これはタンジェントの α 足す β 分の1になりますね。これは。ということで、こうなるわけです。つまりこれ逆数取ると、タンジェントの α 足す β っていうのが r 分の m になりますよと。こういうふうに表せますよと。で、これを用いて、これを出していきましょう。じゃあ x っていうのは、タンジェント α、タンジェント β ですから、これかけるこれ。つまり kl 分の r2 乗ですね。タンジェント α、タンジェント β ですから、kl 分の r2 乗。これが x ですよと。じゃあ y はこれですから bc 分の、つまり k 足す l ですね、分の ab 足す ab 足す ac ですから、 k 足す l 足す 2m ですね。こうなってますよ。つまりこれは1足す k 足す l 分の 2m と、こういう形になりますよと。じゃあこれをこの x を使った式で表したいよということですよね。で、ここでまずこのタンジェントを α 足す β っていうのが、この足した形になっているので、これを、この形で表せないかと。つまり、タンジェントの α 足す β っていうのは、これ公式使うと 1- タンジェント α、タンジェント β 分のタンジェント α 足すタンジェント β ですよね。で、この形を使って表しましょう。で、これが今 r 分の m だと。これが今 r 分の m ですよと。で、この形使うと、1マイナス、これ要するにこれ x ですね。これ x としてしておきましょう。結局 x の形で表したいので、x にしちゃいましょう。で、タンジェント α 足すタンジェント β ですから、これ足すこれ。で、これ通分すると、kl 分の、r を出しといて、k 足す l と。こうなりますね。これ足すこれっていうのは通分するとこうなりますよ。で、ここで、これが、つまりこれですよと。ということは、m の値っていうのは、r をかけると、こっちに持ってくると、
こうなりますよね。 m っていうのはこの値ですよと。つまり 1-x 分の kl 分の r2 乗っていうのが出てくるので、これが x ですよということで、 x かっこ k たす l とこうなりますよね。で、ここでこれ、この部分見てみると、これっていうのが k たす l 分の m っていうのが、これですね。これ k たす l で割るとこれが消えて、これが k たす l 分の m になりますよと。つまりこれがこの値ですよということになるので、 y は1たす 1-x 分の 2x と、これをまとめると 1-x 分の 1-x たす 2x ですから 1 たす x と、こうなって求めることができましたと。まあ、こんな風に、この接線の、この内接円ですね、として考えて、この長さとして求めていくと。あとはこのタンジェントの式から出していくというような方法が一つですね。続いてもう一つの解き方ですけれども、まあ、まずこれはですね、正弦定理を使いましょう。まあ、ここの角度は π-2α たす 2β ですよね。ですので、これ、サインのπ-2α たす 2β 分のここですね、 BC イコールサインの 2α 分の AC ですね、イコールサインの 2β 分の AB ですね、イコール 2R ですよと。 R を外接円の半径として考えると、正弦定理を使うとこんな風になりますよと。で、ここの部分は π- なんとかって形ですので、サインは π- を取っても問題ないよということで、サインの 2α たす 2β で、2を括弧の外に出すとこうなりますよと。で、今この形を作りたいので、 y イコールにすると BC っていうのは今これですから、 2R かけるこれですね。つまり 2R サインの2括弧 α たす β 分の AB たす AC ですから、 AB っていうのは 2R サイン 2β、 AC っていうのは 2R サイン 2α ということで、 2R でくくり出すとサインの 2α たすサインの 2β と、こうなりますよと。で、ここで 2R が分母分子約分できてこうなりますよと。で、ここで上の部分は、これは和積の公式を使いましょう。で、下の部分はサインの2倍角の公式で展開しましょう。つまり分母は2サインの α たす β とコサインの α たす β ですね。で、上は和積の公式。和積の公式は、サイン A たすサイン B。この形の時にはどうなるかっていうと、2倍のサインの2分の A たす B ですね。それから、コサインの2分の A 引く B。こうなりますよね。これを使いましょう。つまり、今これ2倍の 2α たす 2β を2分の1するので、サインの α たす β ですよと。それから、コサインの 2α 引く 2β ですから、α 引く β になりますよと。で、ここでまた2が消えて、ここもバッサリ消えるよと。そしてこれになるんですね。で、ここでまた展開しましょう。これは cosα、cosβ、足す sinα、sinβ ですね。で、下の方は cosα、cosβ、引く sinα、sinβ と。で、最終的にこの形にしたいわけですから、cos 分の sin にしたいわけですね。で、コサインアルファコサインベータで割ってあげると OK だと。つまり、コサインアルファコサインベータで割ると、ここは1、ここも1ですね。で、コサイン分のサインになって、ここはタンジェントのアルファ、タンジェントのベータ。こっちはタンジェントアルファ、タンジェントベータと、こうなりますよと。ここで、ここを X としてあげれば OK だと。ということで、Y イコール 1-X 分の1たす X と。こういうふうになりますね。ということで、求めることができました。まあ、こんな風に、まあ、計算でやると、まあ、さっきよりも早いかもしれません。まあ、他にもやり方があるかもしれないんですが、まあ、もし他にもあればコメント欄で教えていただけると幸いです。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。